けど、よろしくお願いします。せーの、ナナー。はい、以下のことでも何でも僕のように強くてしまうジャンピーのピアガール宮城のことです。まずは参加されたいと思います。よろしくお願いします。せーの、ミヤロー。はい、ジャンピーの夢見る少女、阿部ゆめりです。夢を見るだけじゃなくて皆さんに夢をいっぱい届けられるように頑張ります。ゆめりは毎年家族でアオリイカを釣りに鹿町のところに釣りに行くんですけど、すっごく美味しくて、お刺身にしたらすごいコリコリで美味しいので、皆さんぜひ食べてみてください。よろしくお願いします。せーの、ゆめり。はい、ジャンピー声がでかい。今日は二次元じゃない、ミスト反対少女山岸直太です。二次元少女ですか？二次元少女じゃない、屋上です。イエーイ。そう、綺麗ですね。すごい、めっちゃ綺麗。雲がない。はい、はい、と前回も一回屋上でやるかも、やるって言ってた、言ってましたね。はい、その時は雨で中止になってて、まあ、はい、今回は晴れ女のマリンがいるからね。はい、晴れて、みんなありがとう。みんなありがとう。イエーイ。はい、それで屋上ということで、はい、今日ですね、みんなで一緒に楽しんでいきましょう。はい、それでは最初の曲に行きたいと思います。最初の曲は私たちのセカンドシングル、スマイル方程式です。このまずこの曲で、ナスカちゃん言っちゃったからリュウエゴがなった、ごめんなさい。この1曲目で、まずは皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います。それでは聴いてください。せーの、スマイル方程式。No, I'm-
がとうございます。ありがとうございます。やっぱ眼帯視界めっちゃ悪いです次の曲も、ごめんなさい、皆さん朝今日も元気いっぱいですね。それを忘れてたのか、それを忘れたのか、それか。と最後までこのテンションでいきましょう。イエーイ。次の曲に行きたいところなんですが、私たちは、はい、石川県元気応援隊でもあり北陸新幹線も応援しているので、次は皆さんにもっともっと北陸新幹線について知ってもらいたいなと思います。はい。ところで皆さん、北陸新幹線はもうご存知ですよね。はい、はい、その北陸新幹線が開業すると、東京から金沢までが2時間28分でつながるようになるんです。早い、はいはい、最高速度260キロで速くビューンと石川県に来れちゃいます。はい、行っちゃいます。なんか稲穂とノリ違くない？みんなみんなさ、多分さ、お客さんが近いからさ、テンション上がってんだよね。そういうことか。はい、そしてそんな北陸新幹線のロゴデザイン、皆さん見たことありますか？あれです、あんまりないかな。あのちっちゃい子が分かりやすく言うと、あの特急ジャーとかって分かります？のなんかマークみたいな。そう、なお電車のこういうマークみたいな。そうそのマークだね。はい、だけど、W7K って言ったんですよ。なんかいろいろ違うよね。そう、いろいろ違う。 W7K なので、はい、その7がシャンシャンシャンってなって円で囲まれてるんですけど、それが未来に向かって突き進むという意味が込められてる。かっこいい、かっこいいですね。はい、ロゴデザインだけじゃなくって新幹線の外観にもいろんな思いが込められてるんですけど、ゆめり、はい、なんだろう。白色は気品あふれる白っていう気持ちが込められています。白色に、白色に、はい、はい、そうですね。じゃあ2つ目割り、はい、3つ目はみやも、はい、石川県の伝統工芸の象眼をイメージしています。はい、銅色ですね。はい、じゃあ最後7、はい、この白色、青色、銅色の3色を使って北陸新幹線全体で和の未来を表現しています。はい、こんなたくさんの、思いが詰まった北陸新幹線は、開業までもう半年を、はい、早いね、早いですね。北陸新幹線が開業したら、私たちみんなで石川県に来たお客さんをおもてなししましょう。はい、それでは次の曲はそんな北陸新幹線開業応援ソングです。それでは聴いてください。まさか。それでは聴いてください。え、あれ、せーの、ミュー。Yeah.
回大北海道展が行われているんですけど、はい、そこで気になった商品、みんな商品説明してもらっても、はいはい、いいですかって聞く前に、なの、はい、今日なんかめちゃめちゃテンション上がってるよね、なの、ね、何か紹介してくれますか。はい、してくれます。はい、してください。なのは北海道展がすごいいつも楽しみにしているので、はい、それでいつもスイーツを注目しています。やっぱりね、スイーツがあるだからね、スイーツがあるよ。ナナがこの大北海道展で今注目しているのは、はい、ふわふわシューにポテトチュロにジェラートに、あ、チラシがある、チラシがある、めっちゃいっぱいある。ただしこれ風で広がるのか。はいはいはい、これがこのふわふわシューにジェラートにポテトチュロに、はい、レアチーズケーキ、たくさんね、全部食べたいです。はい、あの、ナスカこれ食べたい。どれどれそれ、こっち見えない、こっち見えない、ごめんね、やべー。はい、はい、ライズさんの、はい、ポテト、そう、ポテトチップスチョコレートって言って、あの、ポテト、そう、ポテチにチョコレートがかかってるんです。え、お菓子とチョコが必要なんです。そういうこと。そう、これいつも、あの、私のばあちゃんが、はい、大北海道店さんにいつも行くんですけど、その時に必ず買ってきてくれて、なるほど、それをくれるんです。 なので、今日も食べてきましたよ。え、そうなんだ、いいな、はい、食べたい。ちょっと、皆さん、スイーツばっかり紹介してても、あれですよね。ありがとう。北海道は甘いものだけじゃないんですよ。はい、そうですね。こだわりの味、札幌の人気店ということで、ラーメンも来てます。おー、はい、ラーメンっぽい顔してるもんね。どういう顔や。ラーメンパンっぽいってことですね、これは。さんラーメン好きそうな顔してるよねって。あ、ラーメン好きそうな顔してる。うん、そう、ありがとう、お願いいたしまして。東京ラーメンが来てるんですけど、すごい美味しそうだな。はい、今ちょっと寒いですよね、屋上だから風が吹いてて。そうです、なのでね、皆さんぜひ、そぼさみんな。なので皆さんぜひ2人いて、温かいこのラーメン食べてみてください。はい、はい、まだまだ、まだ1個なんだ、マリこうやって出てきたけど、マリいった。はい、私も、スイーツじゃないんですけど、はい、うん、私は多分ジャンピーの中で一番お弁当が好きなんですよ。そうです、そうですね、みんなのお弁当を奪ってきた。なので皆さんに美味しいお弁当を紹介したいと思います。はい、たくさん、ありがとうございます。たくさんお弁当が出てるんですけど、はい、その中でも今年ね、初めて出るという初出店ですか、新メンバーの、はい、わがまま弁当です。おお、はい、わがまま弁当ってもうなんか名前からしてなんかね、だって今日マリーさ、10時半ぐらいからお弁当待ってきてたからね。お腹すいた、お腹すいたって。まあ、それは置いといて。そうだね、はいはいはい。わがまま弁当にはイクラがどっさり、おお、すごい、めっちゃあるんです。ホタテもブワッと、そしてエビもブワッと、わー、すごい。もうこれはね、わがままですよ。わがままですね。わがまま詰め込んだ感じ。はい、うん、わかった。わがままじゃない、私はわがままじゃない。はいはい、お弁当になっちゃうから。はいはい、そんな美味しいものがたくさんどっさり詰まっているお弁当を皆さんもぜひぜひ食べてみてください。はい、はいはい、そんなたくさん、北海道の魅力が入っている大北海道展に皆さんぜひ行ってみてください。はい、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は私たちのオリジナル曲第4弾、スーパーヒーローです。この曲のサビにはイエイイエイオーイエイっていう掛け声があるので、皆さんもそこ、サビの部分一緒に言ってもらえると嬉しいです。それでは聴いてください。怪しい。スーパーヒーロージャンパッジャンアップ、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 ジャンピン、ジャンパッジャンアップ、ジャンパッジャンアップ、ジャンパッジャンアップ。ほらいっせーので、日々が不思議に思ってる、みんな平和を祈ってるのに、なんでなんでなんで泣いてるのは、なんであ
それでは聴いてください。ジャンピンラララパノラマってやってるんですけど、それを今日はラララパノラマの部分をぜひ皆さんに言っていただけたらなと。じゃあ言わなくてもいいですよ。できます。そうですね、練習しとこうか。はいはい、じゃあ何回か練習してみます。で、私たちがジャンピンって言ったら皆さんラララパノラマお願いします。手もつけれたら、はい、パノラマとりあえず広げるだけです。はいはい、それではやってみましょうか。せーの、ジャンピンラララパノラマ。みんなかわいい。かわいい、かわいい、新しいの出ました。かわいい、みんなかわいいです。ありがとう。そう、かわいいって嬉しい？嬉しいですか？嬉しいじゃない。そうか、そうか、わかった。はい、そうか、わかりました。何かも言ってない。はい、やだ。言わない。はい、じゃあもう本番いっちゃいますか。いけるね。はい、はい、じゃあ皆さん先ほどの練習ぐらいの大きな声でお願いします。はい、それでは聞いてください。ジャンピーララララララ。そんなの言い訳ないじゃん。逃げ出しちゃうのはいつも夢じゃなくて自分たちのことで。顔を上げてごらん、きっとどんなことにもちゃんと意味があるのかも。かもかも、レッツゴージャンピンジャンピン、もう一つジャンピン、まだ見ぬ世界へゴーゴーゴー。ドレミファソ全開、アクセルブン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 、ジャンピンジャンピン、おまけにジャンピン、悩んでばかりじゃドンドンドン。ドレミファソさ、夢へ
た今。何が聞こえた？あの笛の音。ピーピー。はい。それでは今日の感想と行きたいところですが、何ですか？あ、皆さんもう一曲聴きたくないですか？聴きたい人。ということでじゃあもう一曲歌いたいと思うんですけど、はい、ハプニング発生。ハプニング発生しましたね。はい。実は次に歌う曲決めてません。イエーイ。ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、いいなって歌わなくていいんじゃない？ごめんなさい、ごめんなさい。ということで今からその歌う曲をまず決めたいと思うんですけど、そっから始まります。私たちとりあえず5曲持ってきました。はい。今までに歌ったことある曲なんですけど、はい、君と世界、 DNA ラプソディ、さらば、さらば愛しき悲しみたちを、君の名は、あとはタイミングの5つを持ってきました。はい、これは私たちの曲ではありません。そう、曲ではありませんで、壁、カバー、え、何もないわよ。カバー曲なんですけどね。、はい、でそれを今から1曲だけ披露したいんですけど、はい、皆さんが聴きたい曲を私たち歌いたいなと思ってるので、リクエストね、皆さんリクエストをしてもらってもいいですか？はい、で今から順番に曲言っていくので、拍手を、拍手の大きさで決めたいと思います。はい、泳げたい焼き。懐かしい気がする。なのでね、皆さん今からちょっと考えていただいて、何曲聴きたいかなって考えてもらって、じゃあ10秒、じゃあ3秒、じゃあ間を取って5秒、分かった。5秒、はい、はい、で5秒考えます。せーの、5、4、6、7、8。何今アップした。はい、終わり、はい、終わり。じゃあ今から決めましょうね。あ、ちょっと、ズン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 ってなりましたね。なりました。はい、それではね、じゃあ、はい、そっか、決めましょうか。じゃあ、拍手してくださいね。曲名を言ってくださいね。まずじゃあ、君の世界聞きたい人、一人。ありがとう。ブー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 じゃあ次、ドゥルドゥルン、すごいなんか音新しくない、最近新しい。じゃあタイミング聞きたい人、何げすごい、すごい。そうですね、じゃあ次、はい、君の名は希望を聞きたい人、おお、それもいますね。じゃあ最後、DNA ラプソディ聞きたい人。これさ、DNA ラプソディめっちゃ多くない？DNA ラプソディ聴きたくないですか皆さん？聴きたいよね。りんちゃんもね、DNA ラプソディ歌いたいって言ってたもんね。歌いたい。あ、もう決定。りんが歌いたいんだから皆さん歌い、聞いてくれますか？もうしょうがない。しょうがないですよね。ありがとうございます。リクエスト取った意味ね。いやでもさ、りんが聴きたいから、あ、じゃあ DNA ラプソディ聴きたい人。はい、わかりました。行きましょう。違いますよ。はい、じゃあラプソディ、 DNA ラプソディ、はい、歌いましょうか。で待って、立ち位置がわからないから全然わかんない。じゃあ分かった、みんな今までやったことがあるときに立ってた立ち位置に立ってみた。はい、今間違えたら恥ずかしいよ。ちまいまじまい。あ、意外と立てるもんだ。おお、すごいね。さあ、グダグダでも許してください。はい、それでは行きましょうか。最初どう？最初どう？あ、ほら、ててね。はい、早くしましょうか。モモカから。じゃあ、ナナ、曲振って、お願い。ミュージックスタート。そういう曲だね。じゃあ、仕切り直そう。もう一回行こう。はい、はい、ちゃんと言って、曲名を言って。トントンで始まるんですか？ミュージックスタートで入れるわけないじゃん。はい、はい、ごめんなさい。もう一回いきます。 DNA ラプソディ。泣くのは自分次第、笑うのも自分次第、「風潮の細胞が上向いて背伸び」
しないでって言ったらみんな焦り出してね。そう。そう。いやいやいや。ビデオ見てるため、ビデオ見てるためとか言ってた。すごいね。だってこのカバー曲だって一番最初にカバーした曲ですよね。そうですね。もうすごく懐かしいですよね。ね、それはこれだから。大和さんのあそこのアトリオ、ね、めちゃめちゃ懐かしい曲だったんですけど、皆さんどうでしたか？優しい。ありがとうございます。すごい優しい。皆さん優しいね。優しいね。このグダグダだとブーってくるかと思ったんですけど、めっちゃこっちが鳴ったから、こっちが鳴ったからブー。あー、あーそうです ね。でもね、まあ、みんな暖かかったんで、私たちも、ね、まあ、暖かかった。暖かかった。暖かきみたいに言わないで。言ってないよ。はい、暖かかったね。みんな。お？はい。嘘。本当ですか？やばい。はい。これこそ。はい。はい。はい。どこ行こう？はい。はい。皆さんも行きましょう。冷たくなってそっと向かれたり、なんでなんでなんで、どんなにいいことだって間が悪いとね、カチンと来たりね、それがなぜか気づいちゃうね、嫌なムードすっかり変えてしまうから、知りません。
ピンポン。ピンポン。どういうこと？これを求めてたんじゃないかな、多分じゃあ。最後のこれだけ揃ってる。すごい。なんかもう振り付けも分かんなくなっちゃって、途中歌詞も分かんなかったからもうすごい。なんか私が思ってた歌詞とそのなんかみんなが歌ってる歌詞が違って、一人だけ焦ってたの。変な世界。そうだね、もうベタベタ、私たち楽しかったんですけど、皆さん楽しめていただきましたか？ありがとうございます。みーちゃんどうだった、楽しかった？はい、メネやタイミングもできてよかったし、皆さんが手拍子や掛け声などをしてくれて、一緒に盛り上がることができてよかったです。はい、やばいね、久しぶりでした。久しぶりでしたね。はい、こんな笑いあり、笑いありの、笑いしかない、笑いしかない、笑いありのステージでしたが、はい、ダイワさんでは8回で15日まで大北海道展が行われているので、皆さんぜひそちらの方にも足を運んできてくださいね。はい、はい、はい、私たちジャンピンはこれからも石川県の魅力を県外の人にも、そして県内の方にももっともっと知っていただけるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後誕生日おめでとう。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 何歳？何歳？13歳です。今年の目標はテストで自分の取った点数をもっと伝えて。真面目か。真面目か。ダメでしょ、それ。ナスカちゃんみたいになっちゃうよ。ちょい、何それということや。はい、それでは、はい、それでは